ね、ありましたので、はい、まあ、ここからまたここまでですね、まあ、いろんな方が戦ってきましたが、はい、日本の方もですね活躍しております。はい、先ほど少しだけですね中継ちょっとうまくナナプルさんと会話ができなかったんですけれども、少し映っていた米田拓也選手、そしてさらには壇ノ浦選手、高松源選手も、はい、少しねお話を伺おうというふうに準備をしていたんですが、少しちょっと機材のですね調子が悪くさせていただくことができませんでした。申し訳ございませんでした。そのお二人は3勝1敗1分けという話が、デイツの頃にここからまだ本を入れて頑張っていくという、そうですね、理数ですよね。さあ今回もその日本の選手、画面右龍起岡田選手です。そして画面左側シモン、どうでしょう、ここトロットイラー、はい、レケイス、どうでしょう、こうちょっと、ね、読みが難しいんですけど、シモン選手とお呼びしましょうか。カナダの選手になります。画面右が岡田選手はネオラント V からのスタートになりました。手札から、はい、ね、こうネオラント V を場に出した時に、まあ、ベンチに出した時に特性が働くので、あんまりバトルの、ね、対戦準備でスタートしてほしいポケモンではなく、そうですね、また先行2回目の番のミュウ V マックス、はい、まあ、テクノバスターによって倒されてしまい、サイドを2枚取られるリスクがあるポケモンでもあります。ちょっとこう嫌な、部分はもうすごい うろぼ、はい、どうだこれは、あ、奇数ですね、はい、奇数ということは基本的には裏と、うん、そうですね、結構文化的に偶数を表としましょうということが多いですね。ハイパーボール、はい、ハイパーボール、まあでもシモン選手ね、バトルビップパスも使えまして、かなりいい立ち上がりで始まってますので、岡田選手としてはまあなかなかヒヤヒヤする、先行2回目の番、ね、どれだけ強めの攻撃が来るかヒヤヒヤする状況ですよね。ここまでお互い5連勝同士の対戦となっています。でも岡田選手、まあ、日本代表の選手なんですけど、はい、どんなデッキを使われているのかは非常に楽しみですよね。そうですね、ここまでさすがにそのネオラント V だけですとちょっとね、はい、ま、判断が判断できない、しかねる部分ありますので、この後後攻最初の番、はい、気になるところです。そしてネオラント V というカードに関してもちょっとそのいわゆるターゲットになりやすい、特性は非常に強いんですけれども、ターゲットになりやすいという側面もあって、なんかこう、はい、最近入れていないという方もいるのかなという印象なんですが、そうですね、ライチさんの印象いかがですか。まあ、やはり流行デッキが今裏工作で手札を整えていくデッキと、このフュージョンのデッキ、ミュウ V マックスのデッキのようにゲノセクト V で手札を整えていくデッキが流行しているので、はい、まあ、このようにライブ配信の中ではあまり多く見られない、うん、ネオラント V が入っていなくてもデッキを動かしやすいデッキタイプ、はい、多く見るとは思うんですけど、まあ、やはりカードとしては強いカードなの で、ね、皆さんが、ね、普段遊んで戦うようなデッキの中ではぜひ採用していただいて、自分の動きを手堅いものにしていただけるといいんですけど、やはり柴田さんがおっしゃってくれたように、はい、HP170 のポケモン V というところがですね、はい、他の子たちよりはちょっと低出水準なので、特性が強い分です、ね、そうですね、その分なので、はい、倒されやすいというところは、まあ、ちょっとね嫌なところではあるという、はい、そうですね、もう本当に自分でプレイしていても、はい、相手 そのボスの指令で呼び出される時っていうのがね、はい、うん、トラウマに、何度か、はい、ね、負けを思う時ですからね、そうです、はい、わーっていう、あ、ボスの指令が手札にあったっていうのを頭の中で自分で戦いながら実況しているっていうね、はい、感じもあるんですが、走行している間にやはりこの展開力、メロエッタに、はい、フュージョンエネルギーがついたので、はい、まあ、次の番カミツレのきらめきなどを絡めながら、メロエッタ自身がメロディアス栄光という技を使っていくことが予想されますよね。はい、お、サンダースが、サンダース、このメモリー人雷の目覚めですね、はいはい、メモリーカプセルが自身についていると、水ポケモンの特性をなくすことができるんですね。これで流行している裏工作に対する対策になったりするんですけど、まあ、その分 EV から進化させて用意する必要があるということと、うん、メモリーカプセルをつけなきゃいけないというところが、やや要求のカードが多いんですけど、はい、まあ、今デッキをさーっと見てると、まあ、アルセウス V スター、ソラオトピカチュウ V マックスに、まあ、クロバット V マックスかな、アクアタッカーと、あと翡翠ジュナイパー V スターが入っているような、はい、かなり多くのタイプを使い分けながら戦えるデッキを使われているなという印象です。まあ、アルセウス V が軸になってくれるので、対戦相手に合わせて、トリニティノバで育てるアタッカーを変えていくという形でしょうかね、はい、アークエネルギー入ってないかな、すいません、あ、ちょっと今定かじゃないんですけど、そうですね、もしかするとソラウトピカチュウ VMAX、 ヒスイジュナイパー V スター、うん、そうですね、その可能性が高そうです、はい、そうなると、まあ、この対戦相手に対しては弱点をついて戦うというよりは、まあ、ソラウトピカチュウ VMAX で、うん、相手の技をちゃんと耐えながら戦ったり、まあ、アルセス V スターで同様に戦うという
形になるかなと思います、はい、フライングピカチュウ V いいですね、名前が。そうですね、下の技フライですからね、はい、空を飛ぶフライ、可愛いですねやっぱり、すごいですね、フライングとかではないんです、うん、フライだけもう飛べっていうような、はい、お、ポケモンいるかい。これ逃げるエネルギーがない空飛びピカチュウ V をとりあえず出せて、この博士の研究からダブルターボエネルギーを引けますと、高校最初のバンカー、はい、トリニティチャージという技でエネルギーを加速していくことができる。お、ダブルターボエネルギーじゃないですか、はい、さあこのまま岡田選手がダブルターボエネルギーをアルセウス V につけていきました。そしていただきへの行き道、はい、ゲノセクト V のような、ポケモン V の特性をですね止めることができて、まあ、フュージョンのデッキにとってはこれを出されるとなかなかカードを引けなくなって展開が滞ることもあるので、はい、まあ、フュージョンのデッキに対して強いスタジアムですね、そして、トリニティチャージですね、はい、ダメージとかはない技なんですけど、ポケモン V にエネルギーを3枚つけることができるので、まあ、空を飛ぶピカチュウ V に雷等々というエネルギーをつけました、はい、まあ、これで攻撃の準備が整ったと。はい、空を飛ぶピカチュウ VMAX、 雷無色無色で使える技がありますので、まあ、そこにのためのエネルギーが満たせている。もしRSSVが開始で倒れちゃっても、はい、次のアタッカーが作れるよという状況が作れていますね、はい、高校の動きとして非常に強いと思います、ただ一方でそのやはりこのネオラント V がベンチに残るという、はい、ところもちょっとこの後どう響いていくのか。そうですね、あの V スター、VMAX、VMAX っていうサイドの押し付け方、なるべく HP の大きいポケモンだけに相手してもらって苦労してサイドを6枚取り切ってもらうようなプランニングをしたいんですけど、ネオラント V がいるとちょっと楽をされてしまうという、ね、はい、ところはありますが、おそらくその逆にそのフィニッシュの段階でそのボスの指令が欲しいときに使うとか、もう最後 の、 その決め手となる働きをしてほしいカードではありますもんね、うん、さあシモン選手のハイパーボールミュー V マックス持ってきて進化というところまで行けましたが、まあ、この番、僕の視点からすると、まあ、カミツレのきらめきをメロエッタにエネルギーをつけながら使用して、まあ、パワータブレットなどを合わせながら、まあ、あの220以上のダメージを与えていくということは目指したいかなと思うんですけど、相手が出した頂への行き道で今フュージョンシステムが止まっているのでちょっとこの後の展開不安がありまして、うん、手札を見るとウロボとパワータブレットを持っているんですけど、まあ、ウロボで例えばスタジアムを持ってくればそこから大きく引いて対応できる可能性出てきますが、どう振っていくかですよね、はい、戦術を逃げて、まあパワータブレット使用してのテクノバスターという流れになりますかね、今ダブルターボエネルギーでエネルギー2個分ついていて技のダメージ20下がっちゃうんですけど、パワータブレットがあればテクノバスターを220ダメージで打つことができます、はい、ただここでねサイドでいいカードが引けないと割と止まる可能性もあるという、ね、そうですね、はい、今後の方向性が決まるこの2枚、はい、まあ、ポケモンキャッチャーが見えましたが、うん、はい、そしてサイドを2枚シモン選手取りましたね、サイド先行しております、お、サイド取った返しのマリー、はい、まあ、結構シモン選手ね動くか分からない手札ではあったんですけど、まあ、岡田選手としても手札を動かしてしっかりミューあ空を飛ぶピカチュウ VMAX 用意して攻めていきたいんじゃないかなというふうには思います、そうですね、これはちょっと柴田さん手札見るに先に進むことが難しそう、さフライです、そうですね、空を飛ぶ使いました、コインを1回投げて、はい、まあ、表じゃないと技失敗しちゃうんですけど、まあ、そのまま表で通れば、はい、次の番技のダメージ効果を受けないという無敵状態になりながら攻めることができる空を飛ぶという技ですね、はい、まあ、一度それであの6が出ましたので偶数ということで表、はい、いやこの空を飛ぶね結構大一番な使い方といいますか、はい、あのコイン裏だったら失敗なので、まあ、ノーダメージになる技ではあるんですけど、はい、このシモン選手もなかなかこう確かに確かに戦ったことがなかったのかもしれませんね、そうですね、麻痺になるのかなっていうような、うん、この雷タイプですし、はい、空を飛ぶピカチュウ V が、まあ、無敵になる技のダメージ効果を受けないという効果がかかります、はい、なので、例えばですけどミュー VMAX の大ミラクルという技ですね、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しないという技であればダメージを与えることができちゃうんですね、はい、一応まあダメージを与えることはできるというのがミュー VMAX デッキの強みなんですけど、そのためにはまあベンチにミュー VMAX を用意してクロスフュージョンで大ミラクルを使えるようにするか、そもそも超エネルギーを2個ついたミュー VMAX を用意するかという選択になってきます、はい、ただ大ミラクルで終わらせられれば割と次の技のダメージの圏内に入ってくれるので、うん、あの悪いプレーにはならないかなと思って、はい、いいんじゃないかなと思いますけど、あといただけの行き道どけられましたね、ローズタワーで、そうですね、
これでゲノセクト V が特性復活したので、はい、あとはまあね、ボスの指令とかでネオラント V を呼べば、そもそも空飛ぶピカチュウ V を無視しながら、サイドを取ることができる場になりますので、はい、ここからの展開もまた強そうです、はい。まあ、一つその現状そのアルセウス V が気絶してしまいましたので、はい、この岡田選手の場には空飛ぶピカチュウ V、はい、そしてネオラント V しかいないというのが少しちょっと心もとないというか、はい、そうですね、まあ、ちょっと苦しいですよね。前の番も本当に理想を言うと VMAX に進化しながら攻めたかったですし、そうですね、あの後ろにもあの次のアタッカーですね、はい、用意しつつエネルギーをつけるというところまで行きたかったので、ちょっと岡田選手、まあ、苦しい状況ではあるかなと思うんですけど、はい、これ一つそのシモン選手がどれだけこの盤面を進めてくるかと、うん、いうところ穴抜けの紐、これはまあお互いがね自分のバトルポケモンとベンチポケモンを入れ替えるんですけど、岡田選手はもうベンチにネオラント V しかいなかったので、はい、まあ、実質ボスの指令みたいなね、そうですね、うん、いやそれこそグズマだみたいなノリの動きになってます、はい、そうですね、はい、入れ替えて、まあ、相手のもうターゲットとなるポケモンを連れ出されたという穴抜けの紐、はい、呼び出し兼入れ替えと化してますね、いやこうなりますともう確実にこのネオラント V はもう倒されることでしょう、はい、強い意志が感じられますね。やっぱこうベンチを絞るデッキ、岡田選手のデッキって結構ベンチを絞るデッキなんですけど、はい、まあ、その場合ね穴抜きの紐っていうのは非常に有効に刺さるカードになりうるので、ええ、やはりボスの指令のようにサポートの権利を使わなきゃいけないわけでなく、まあ、グッズで、まあ、実質ボスの指令と同じような強い動きができるっていうのは本当に、はい、あのまあ苦しいところですよね。さあ今回はまあ相手のねデッキもシャッフルしながらというような対戦になっています、はい、さあこれちょっと岡田選手がこの後まあおそらくネオラント V を倒された後の動きというのがどうなってくるのか、はい、スマホロトム上から5枚見てそのうち1枚選んで山札の上に置いておける、まあ、残りはシャッフルするってカードなんですけど、はい、まあ、これで今何を選んだか定かじゃないですけどフュージョンシステムで今上に置いたカードが手札に来るわけなので必要なものが来やすいというね、強力なグッズですね。引いていけると、はい、これ残りが37分38分を切ったところと、はい、いう時間帯ですけれどもちょっと苦しいなとなった場合のその判断というのも、うん、そうですね、岡田選手も勝つことがかなり難しいという段階に入れば、まあ早期に投了を決断して残りの2戦フルで戦い、お空飛びピカチュウ V、はい、一度ベンチに戻ったのでかかっている技の効果がなくなったんですね、はい、その上で呼び出されたので、まあ、空を飛ぶでダメージ効果受けないということが解消されてしまいまして、倒されましてそのまま岡田選手、はい、投了、はい、ですね、もうこれは仕方ないですね。いやそういったカードもこうやはりこの引ける枚数がねフュージョンシステムによって多いと、はい、そのこのような対応というのもできるわけですね。いやせっかくこう無敵にした空を飛ぶピカチュウ V が一度下げられてまた呼ばれて、結局ダメージを受けてしまうという、はい、こういうカードを何枚か使うことで成し得るコンボがミュー VMAX デッキだとフュージョンシステムのおかげで満たしやすいというのは本当に強力なポイントですよね。はい、そうですね、これで1対0というゲームカウントになりました。シモン選手がリードです。まあ、本当にフュージョンシステムただその強力なコンボをするためにはその必要な枚数が、はい、穴抜けの紐と、まあ、ボスの指令という、はい、この2つは、確実にというか、まあ、この2枚を必要とするというところで、はい、なかなか揃えるのというのは普通にプレイしているとなかなか大変なところあると思いますが、こう裏工作であったりとかフュージョンシステムであったりとか、はい、そういったカードで特性であると結構こうやりたいようにやっぱりできているなと印象がありますね。特にミュー VMAX のデッキだと先ほど使ったスマホロトムで山形の、はい、まあ、5枚あるうちの、まあ、1枚を上に置くことで加えてきたりとか、ウロボというコイン表を投げて、まあ、表だったら好きなカード持ってこれるグッズ使って持ってくるということができますし、まあ、うん、ウロボの場合は手札のグッズをトラッシュしながら使うんですけど実質手札の消耗にもなっているのでそのままフュージョンシステムで引ける枚数も増えるよっていう、はい、相性が抜群な、ね、グッズになってますよね、うん、さあ2戦目になります。ここを落としてしまいますとこの第2ゲームを落としてしまいますと岡田選手今日初めての、敗北ということになってしまいます。ここまで両者5連勝中です、はい、
まあ、本当にお互い5連勝しているプレイヤーということで、ミュービーマックスは今日配信でいくつか見てきましたけど、そのアルセウス V スター、そして空を飛ぶピカチュウ V マックス、さらに、まあ、翡翠ジュナイパー V スターですね、はい。まあ、このカード、あの翡翠ジュナイパー V スターってあんまり日本の流行デッキの中に入ってなかったりとか、まあ、するんですけど、海外アルセウス V スターがかなり強い、ちょっとシェア率が高いので、等弱点をつけるサブアタッカーということでは非常に優秀なんですよね。あとダブルターボエネルギーが空を飛ぶピカチュウ VMAX だったり、アルセウス V スターと共有できるというところも非常にシナジーがあって、はい、エネルギーを2タイプにしてもそれぞれ技が使いやすい構成になってるんですよね。はい、そういった等タイプで言いますと、先ほどはガラルサンダー V がダブルターボエネルギー2枚がサイドか、まあ、ちょっとトリニティノバを使うためにスターバースをしっかり使っていかなきゃいけないことにはなりそうですね。ただお相手のシモン選手もスタジアムが2枚サイドに行ってしまったので、はい、まあ、頂の雪道で止まる可能性は割と高いんじゃないかなというふうにも思います。そうですね。さあ第2ゲームです。あ、空を飛ぶピカチュウ V からのスタートになりました。しかもこの先行で、ベンチのアルセウス V にも雷、基本雷エネルギーがついてる。置くんだイブ。そして前にこれはですね、さっきも出てきたんですけど、まあ、人類の目覚めのサンダースに進化してメモリーカプセルをつけることで、水ポケモンの特性をなくし相手の裏工作を止めるという役割が強いんですけど、はい、今回はやはり相手のメロディアスエコーですね、高校最初の番に大ダメージを受ける可能性を嫌って、本来であれば戦略的にはサンダースって使わなそうなんですけど、はい、倒されてもいいポケモンとして EV をバトル場に突き出したんですね、はい、ええ、まあ、そういう形でちょっと EV に一発受けてもらわなきゃなって形になりました、はい、ちょっと体を張ってくれと、はい、いうことで EV にまずは最初のバトル場を任せた岡田選手です。はい、まあ、その間に一つこうこのベンチ陣のね、はい、育成というのも進めつつ、まあ、ここでもまた穴抜きの紐は強いカードだったりするんですけど、はい、まあ、メロエッタっていうのがエネルギー2個で技が使えるメロディアスエコーって技を持ってて、まあ、本来ポケモンカードって1回の番に手札から1枚エネルギーをつけれるんですけど、はい、それに加えて紙つれのきらめきですね、これを使うと手札からつける分プラス紙つれのきらめきでつく分で、技を使うためのエネルギーが満たせます、はい、でその際にね、全部フュージョンエネルギー 場のエネルギー3個がフュージョンエネルギーだった場合は210ダメージを、まあ、高校最初の番から使えたりするので、はい、まあ、相手のポケモン V とかをもう倒しちゃう、非常にパワフルな動きができるポケモンになってます、この紙つれのきらめきというカードをかな、左側に今映っていますけども、はい、海外名がエレッサのエレッサスパークルと、きらめきがスパークルですよ、結構このキャラクターも名前がこう、はい、日本とね違ったりしますよね、はい、なんか今ハイパーボールで紙つれのきらめきトラッシュしてたかな、そういう風にも見えたんですけど、はい、今島星と紙つれのきらめきをトラッシュしている気がしますね、ハイパーボール。あ、そうですね、はい、そうなるとるもしかしたら、まあ、相手が EV なので、はい、結局 EV のためにメルディアセコを使うのかっていうところもそもそも迷いだったり、なるほど、もしかしたらまた違うプラン考えてたり、手札にまだ紙つれのきらめきがあるという可能性があったり、はい、まあ、いろいろ考えられますけど、とりあえずこのね、高校最初の番の紙つれのきらめきメロディアスエコーっていうのは本当に強いんですよ、はい、岡田選手がわざわざバトル場にいるポケモン V を EV と交代しなきゃいけないぐらい強いというわけですね、どうでしょうか、これ紙つれのきらめき持ってるな、あ、そうですね、手札に一瞬今ちらりと ありますね、はい、紙つれのきらめき高校最初の番のサポートになるでしょうか、まあ、引いたものを見てからつける先も考えたいというところですかね、例えば穴抜けの紐とか持ってこれるんだったらメロエッタに固めてもいいですし、はい、別に、EV を倒すってことになるぐらいだったらミュー V2 匹にそれぞれつけるって考え方もありますし、まあ、その逆にシモン選手がこのメロエッタを一つ壁になってもらってと、そうですね、はい、そういう戦い方にもなってきますが、その引いたもの次第で選択を変えるために紙つれのきらめきは使わずに手札に抱えてフュージョンシステムを続けているというところがシモン選手のプレーのいいところ、うまいところかなと思います、はい、さあフュージョンシステム2回目、安定してバケッチャ、スマホロトム、ハイパーボール、うん、またスマホロトムというカードで山札の上を確定させてから、はい、3匹目のフュージョンシステムを使うこともまあできますし、そうですね、もう1回、はい、できると、いやー、ここまずこの静かな立ち上がりになりました、もう間もなく残りが30分というところなんですが、まあ、ちょっと岡田選手としては早くこう次の番をプレーしたいなという思いも ね、うん、
岡田選手はここからやはりこの30分を使って2勝を勝ち取らないと勝利にはならないので、はいはい、まあ、そうでなくてもなんとかこの2ゲーム目は終わらせて1勝1敗で時間が切れて、まあ負けより引き分けの方が強いのでポイントが入るという意味で、はい、さあここでハイパーボールでバケッチャーを取らしする決断しましたけど、いただきの雪道が2枚サイあいただきの雪道を出された時にローズタワーが2枚サイドに行っているので、そうなんですよね、ちょっとねフュージョンシステムが止まる可能性はあるんですけど、まあそうまでしてもやはりここは引き進めて一番強い動き、まあおそらくですけど穴抜けの紐と紙つれのきらめきを合わせつつフュージョンエネルギーを手札からつけるという動きですね、はい、を目指したいんじゃないかなと思います、フュージョンエネルギーを手札からつけるっていうのもねちょっとハードルだったりはするので、はい、急所エネルギー上に置きそう、はい、スマホロットまで見ていきました、ね、上から5枚見てそのうち1枚を山札の上に固定し、はい、残りシャッフルです、まあ、そうなりますと岡田選手は次の番スターバースを使った後に、はい、いただきへの行き道を置きたいところ、はい、やっぱりいただきへの行き道って岡田選手が使うその V スターパワーにとっても稼ぎになるので、はい、自分は使ってから置くというのがね完結ですよね、うん、そうですね、これで止められるかどうか、まずはこの番に関してはもう本当に黙って見ているしかないという、さあフュージョンエネルギーをここで引きつつ、はい、穴抜けの紐をつかめた場合強いです、ウロボというカードも見えたので、はい、可能性は広がっています、そうですね、ポケモン入れ替えバトルビップパス、まあウロボにかかってきてるところですね、そうですね、はい、多分あのこの画面のねあの左下の海外のカード画像も僕が喋ってるものが出てくるんで同じこと解説してるんですよね、はい、そうですね、おそらく、はい、メインのライブ配信の方で、非常に重要になってきます、バトルビップパスをトラッシュ、はい、ウロボさあダイスです、あーキスとなりますと裏という意味合いになります、まあ、あとはね実はダメージをプラスするものも使わないと、アルセス V は倒せないみたいなところもあったりはしたので、はい、まあ、ここまで頑張って温存した神鶴のきらめきにつけ方どうするかですね、そしてスタジアムもう1枚持っていますかね、手札にね、ことぶき村ですね、はい、手札に持っているのが見えたので、まあまあまあ岡田選手視点ではわからないことですけど、一応いただきの雪道に対するカウンターも、はい、まあ、用意できているという状態ですよね、でフュージョンシステムっていうのがねまた番に1回使えて次の番には復活していくので、はい、またどんどん引いて強くなっていくという手札が、ここで神連れのきらめきに手をかけているようにも見えますが、さあ神連れのきらめき、ね、場のフュージョンのポケモン2匹を選んでそれぞれに1枚ずつフュージョンエネルギーをつけることができます、はい、まあ、単純にさっきも言ったんですけど番に1回しか手札からエネルギーつけられない中でこれカードの効果などでエネルギーを加速できると早めに強い技が使えるので強いですね、はい、でミュー V2 匹につけるという判断になりました、これ画面下側に小さく、ね、文字またこの対戦とは関係ないですが、はい、日本人選手同士の対戦もあるみたいですね、そうですね、八代拓也選手と、坂本翔選手の対戦が96番テーブルで行われているという情報も書いてあります、うん、まあ、続々とこの岡田選手の他にも日本人選手かなり活躍しているという、ここまでデイ2までどれだけの選手が残れるか、この番はメロエッタをバトル場で終わっていくのか、手札からつけるエネルギーがどこに行くのかが少し気になりますが、はい、ここでミュー V に固めた場合相手のトリニティの輪でミュー V をそこ呼ばれて倒されちゃうというのがちょっと嫌な形にはなるので、はい、手札からつける分をまあでも固める形になりますかね、うん、この結局、はい、その他のタッグ他の選択肢というのが、うん、はい、ちょっと挽回しましたね、まあ、他のところにつけてもなというところもあるんでしょうか、うん、そうなると岡田選手としては、まあ、ダブルターボエネルギーをつけた RCS V スターでですね、ボスの指令を絡めながら相手のミュー V を倒すという動きをすると、まあ、相手のフュージョンエネルギーも一気に削減できてメロディアスエコーを弱体化させられますし、はい、あ、先にいただけない気持ちなんだ、はい、いやースターバース あまり手札が、まあ、ここの博士の研究で、ダブルターボエネルギーと入れ替え手段、あ、でも博士の研究だからな、そうです、さっき言ってた、はい、ミュー V を呼び出して倒すプランは一つ難しくなっていて、はい、となるただこのことぶき村がで上書きおそらくこの後されますので、シモン選手は持ってましたね、はい、とりあえずもう2枚目の雪道いただけの雪道が場に出た時の対抗というのがシモン選手相当苦しいんじゃないかっていうふうにも
感じますが、ただ結構、まあ、ダブルターボエネルギーが引けてないので、あとエネルギーも引けてればまだトリニティチャージをするという選択もあったんですけど、はい、ちょっと岡田選手としては自分が置いていただけない雪道で自分のフルパワーの動きができなくなっているので、少し困るかなという中で EV をバトル場でステイすると思うんですね、はい、そしたら逆にシモン選手は相手が育てようとしているポケモンを先に呼び出して倒しちゃおうかなっていう状況になっていきますよ ね、 この UV、まあ、フュージョンエネルギーが2つついている UV が残るというのが非常に大変な、はい、番になります。岡田選手、ね、番を返しました。メロエッタのメロディアセコ210で済んでるんですけど、もしシモン選手がもう1枚フュージョンエネルギーを場につけることができれば、はい、280で V スター一発で倒せるダメージに変わりますので、さあそしてこちらは表、これは狙いそうですね。チャーサーアルセウス V スターバトル場に引っ張り出された。あとはフュージョンエネルギーを引けると相手を一発で倒せる、そうでなくてもアルセス V スターに致命傷を与えることができるという点でかなり強いポケモンキャッチャー成功。はい、ことぶき村にスタジアムが変わり、フュージョンシステムが再起動なくなり、あーパワータブレット2枚こだわりベルト、まあ、VMAX がないといけないという話もあるので、そうですね、進化をしなければいけない、手札を消耗するためにパワータブレットやこだわりベルトをかなり使わなきゃいけないということは、一つシモン選手にとってはまあ、嫌な部分ですよね、はい、ただまあこだわりベルトパワータブレットすべてちゃんと使っていけば、あのフュージョンエネルギーを引かなかったとしてもアルセス V スターを突破することができます、はい、なのでここはもうそっちに振っちゃって進化させることにかけてもいいですし、まあ、もう少し消耗を抑えながらフュージョンシステムで引いていってもいいですし、うん、やっぱパワータブレットも、ね、使っちゃうと島越などでないと再利用が効かないので、はい、ここでどういう順番でプレイしていくかはすごい難しいところなんですよね。まずもうダブルターボエネルギーだけつけちゃって引くってこともいいですし、ここはパワータブレットを消耗してもう絶対に VMAX を引きに行く、はい、強い動きに寄せるという考え方ですよね。これ試合を決めに行くと、はい、相手の強力なポケモン、相手の立ち上がりを助けるポケモンをせっせと倒してしまうという、さあ1枚2枚3枚4枚、まだ VMAX には届かなそうな引き方、うろ次第、そうですね、またただスマホロトムもあるから結構まあいろんな道はありますね。そうですね、可能性といえば、はい、さあまずは ウロボを使っていこうという動きです。さあこれは4が出ました。偶数表強いですね。好きなカードを手札に加えてこれるので、ここが来るんじゃないですかね。はい、今ちらっと見えたような下に置いたカード、相当盤面が出来上がっているというこの画面左側、シモン選手です。さあ相手にカットを任せて、岡田選手やはりアルセス V スターでトリニティノバを使うことで相手にダメージを与えながら後ろを育てて基盤を整えるデッキなので、はい、ここからやられちゃうとちょっとエネルギーを間に合わせながら技を使っていくのに時間がかかるんですよね、はい、これは苦しい。なかなか1試合目も、まあ、1ゲーム目も、2ゲーム目もちょっと立ち上がりに恵まれなかったかなという形ですが、岡田選手耐えれるか、まだ逆転できるかというところは結構まあ難しくて、まあ、相手のゲノセクト V をですねバトル場に呼び出しながら相手に止まってもらいながらまた新たに用意したRSS V を育て直すとか、まあ、そういうことが必要になってくるかと思います。さあ盤面完成している、はい、メロディアス成功、もうこれは300ダメージですね、大ダメージが入っていきました、まあ、これでアルセウス V スター気絶、エネルギーがついていない空を飛ぶピカチュウ V、うん、そして EV、 この2匹のポケモンが、はい、ちょっとどうなんでしょうかね、まあ、苦しいですけど、まあ、ベストはゲノセクト V を呼んで止めたいけどボスの指令をトラッシュしているので他のサポートを使うつもりもあるかもしれなくて、はい、で空を飛ぶピカチュウ V は早めにあいつもエネルギー逃げるエネルギーが必要なく逃げれるので、はい、EV に交代して、まあ、一旦 EV に技を受けてもらってそこからカウンターしていくとか、アルセス V をとりあえずこの番にちゃんと育てたいだろうとは思ってますけど、
ここで使うマリーからいただけの雪道が引けると結構熱いんですけど、あんまり今山札に見える範囲にいなさそうなんですよね、はい、結構このデッキタイプだといただけの雪道を多く入れることもあるんですけど、まあ、ネオラントブイを採用していたりなど、まあ、岡田選手のカスタマイズが見られますので、はい、ここはちょっとマリーでは止まってくれるかわからないところではあります。はい、さあ手札引き直されます。まあ、非常にこれがまずこれ相手を止めなければいけないという岡田選手、はい、止まって、いやでもここまでやはり5勝同士の選手のバトルですから、もうお互い強者で、何かこう高度な頭脳戦というか、はい、他の選手では見えてないラインの戦略を練りながら上がってきた方々なのかもしれません、はい、うまく時間を作りたいかなとは思うんですけど、そうですね、まずそうですね、どんな選択をしてくるのか、クイックボールですかね、だからそうですね、クロバット V、 これはもうどうしても何かを引きたい、はい、まあいただけの雪道ですかね、やるかな、ちょっと定かじゃないですね、さっき山札も結構見てましたが、もちろん引ければ強いんですけど、まあ、カスタムとして先ほど言った通りネオラント V やクロバット V を採用しているデッキなので、もういただけない雪道は1枚オンリーの可能性ありますね、はい、これなるとクロバットでこの引きに行っているカードというのは何になってくるでしょうか、狙うべきカード、いやでも本当にいただけない雪道しかあるかもしれないですし、EV を壁に、はい、バトル場に再び出てもらいます。そして番を返しました。残すところ4枚のサイド、これを取り切ればシモン選手の勝利です、はい、シモン選手は結構ねサイドを2枚2枚って取り方をして2回番をかければ勝ちやすいので、まあ、ここに今穴抜けの紐持ってるのも見えたんですけど、まずここの穴抜けの紐を使用することで、まあ、概ねサイド2枚取れるので、まあ、最後ボスの指令でフィニッシュってルートが見えてきていますね。やはり穴抜けの紐、岡田選手、例えば空を飛ぶピカチュウ V が VMAX の進化とかできていれば穴抜けの紐を使われてもサイドを取られない番にできたりしたんですけど、ちょっとここはどのポケモンでもベンチからバトル番出ちゃうと耐えられないので相手のメロディア成功、はい、まあ、しっかり手札を減らしてからまだフュージョンシステムで引いていく流れになりそうですね、いやここはもう本当にしばらくまたこのシモン選手の番が続きそうという時間帯、時間が間もなく18分を切ります。いや岡田選手はここ一つ取らなければ、穴抜けの紐、はい、さあイーブ、そしてクロバットがバトル場に出ていきました。そして前に出ていくシモン選手の場はミュー V です。まあ、クロバット V が出てきてくれたのでバトル場が進化すればそのままクロスフュージョンメロディア成功で何ら問題なくバトルが突破できますよね、はい、そしたらこだわりベルトが温存できるのでベンチのミュー VMAX の、それができた際に相手がアルセス V スターになってきても突破がしやすいという状況を作れますよね、さあ一つ、まあ一度目のフュージョンシステムを使った後ポケモンキャッチャー、ここのアルセス V 倒しは相当響くと思いますよ、奇数、奇数です、ここは助かったということが言えるかもしれません、まだ続きそうですよね、ただギリギリのところで耐えていると、はい、シモン選手の山札にあとどれだけベンチのポケモンを呼び出すカードが残っているのかというところが結構キーポイントになってくるかなと思いますが、はい、まあ、とはいえですね、相手の場にフュージョンエネルギーが4枚あるのでメロディア成功が280、こだわりベルト込み310で返してくるということを考えると、まあ、結構厳しくて、はい、岡田選手大きなお守りとかも用意しないと、大きな、いや、まあ、メロエッタを倒しちゃうというところですかね、はい、まずそのこだわりベルトのトラッシュだったりこだわりベルトのトラッシュと大きな守りをつけるを両立するかメロエッタを倒しちゃう、しないと大体返されちゃうかなっていう、この番にあのシモン選手がサイド2枚取るので、はい、次の番の岡田選手が結構苦しい、そうですね、もしそのいただきへの雪道が1枚、はい、手に入ったとしてもこのおそらく2枚サイドを取った段階でそのシモン選手のサイドの1枚のスタジアムが手札に来るんじゃないかなというところ、穴抜けの紐からのボスの指令、アルセス V 呼ばれる形になって、このまま投了ですね、投了です、さすがにここは厳しいという岡田選手の判断でした。
最終的にポケモンワールドチャンピオンシップス2022このカードゲーム部門のデイ16連勝を飾ったのはシモン選手です。会場からも拍手が沸き起こりました。少しこの岡田選手も苦笑いとうちょっと展開が振るわなかったところはあって、まあ、2回目の番のマリーが、ね、もう少しうまく機能してくれればよかったんですけど、まあそこもでもいただけない基地を、ね、先に置いておかないとちょっと不安みたいなところもあるとは思うので、まあまあまあ引き的に仕方ない時はありますし、逆に言えばシモン選手のビュービューマックスがかなり